あもう辛かったですね。辞めたいと思ったことも何回もありますし、階級のことでもいろいろ悩んで、でもこの63という一番いい階級がちょうど出来上がったんで、これはチャンスだと思って、自分の人生をかけて戦いたいなと思います。尾崎圭二、新天地で復活。70キロ級では体重とパワーの壁に跳ね返され続けた尾崎、この63キロ級の誕生を誰よりも待ち望んでいた。チャンスだと思います。70キロはちょっと重かったんで、自分のベストに近い体重でできるので、自分らしい回転技をアピールしたいと思います。はい、そうですね、今回の試合は空手対テコンドーという図式になると思います。一番速いです。自分が多分あの中で一番速いと思います。小宮山光介、狙うは世代交代。ベースとなっている空手を芸術の域まで昇華させた回転技でリングを縦横無尽。まあ蹴りで倒せれば一番嬉しいですよね。テコンドーの選手に空手の蹴りで倒せたら、それはもう嬉しいですね。いや、当たらないんじゃないですかね。だってスピードが違いますもん、まず。はい、まあ、蹴りのコントロールを教えてやるぞっていう感じで、今回は挑みたいですね。やっぱ尾崎選手は技に関しては美しいものがあったりするので、そういう面はすごいと思いますけど、やっぱりちょっと世代交代して、また新しい時代を作っていきたいと思ってます。まだ負けられないですね。まあ、彼伸び盛りなんで、まあ、今後脅威になってくると思いますから、早め早く摘み取っておかないとという気持ちですね。はい、テコンドー対空手、この戦いにかかるのは63キロ級勢力数。尾崎圭二 VS 小宮山光介。